デスモスチルスは、中心予中期から後期にかけて生息した、半海星の哺乳類。束柱目、デスモスチルスか。世界で最初に発見されたデスモスチルスの頭骨の化石、ホロタイプ、岐阜県水波市産出。日本で初めて絶滅哺乳類の新種として記載された標本。その歯の特徴から、ギリシア語で、束ねられた柱を意味する学名が与えられた。 タバハシラメの名もここから来ている。かつてはタバハケモノとも呼ばれた。木の名の元となった生物であるが、進化過程としては最後期に現れた族である。デスモスチルスヘスペルスの復元図。体長約1.80メートル。体重は約200キログラムと推定される。ズングリとした体育と頑丈な獅子を持っており、頭部はやや細長く、上部に尾行、目。 耳が並ぶ。その姿はカバに似ており、同様に反水性であったと考えられる。ただし、獅子はやや外に張り出している上、前腕の尺骨と頭骨が融合して、前肢端の向きを変えることができないなど、陸上での動きは鈍重であったと思われる。葉は、上学摂取の1対、科学剣子が牙状に飛び出している。また、方葉ーーは、増下室の芯を、 エナメル質が取り巻いた円柱がいくつも束になった独特の形状をしている。この葉は象や海牛ウウ類と同様水平交換方式であった。主に海岸や旋海で暮らす半水性動物と思われている。2013年4月3日のプロスワンにて大阪市立自然史博物館のチームが束、柱類数族の骨密度を計測。 デスモスチルスの骨の密度が低くスポンジ構造が著しいことを突き止め、タバハシラ類はより海に適応した動物群で、特にデスモスチルスは近縁種のパレオパラドキシア、等よりも遊泳生活に適応した生活をしていたとの説を発表している。日本から北アメリカ大陸西岸までの太平洋沿岸に生息していた。当初は葉の化石のみであったが、 岐阜県水波市で最初の頭骨化石が発見され、後にカラフトから全身骨格が発見されている。また祖先と考えられているアショロアが1976年、アショロ郡アショロ町で見つかった。ありがとうございます。